バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、なんとこんな声でございますけれども皆さん聞こえていますでしょうかね。もうようこのこのカピカピの声にも飽きずに最後までイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。すっかり秋ですねと言いたいくらいなんですけれども、全然もう真夏ね。皆さん台風の影響被害とか大丈夫でした？雨風ね、強い瞬間もありましたけれども、まあ、鹿児島の場合は寝ている間だったのもありまして、寝る前はね、こう目を閉じる前は何事も起きなければいいなとかね。私結構雷が苦手なのでね、そう、あの大きな音とかね、なんかないかなとかね、心配しましたけれども、朝起きた時には無事娘たちもね、登校できましたし、そう、大きな被害はなかったんじゃないかなと思いますけれども、自然災害ね、ちょっといろいろとね、心配なことはありますよね。まあね、ちょっと災害とかも、まあ、そういう自然との付き合い方もありますけれども、私はやっぱりね、あの自然を見ると、豊かな自然を見るとパワーがね溢れていきます。いろんな闘志を込めて作った曲、ビリーブをお聴きください。聴きいただきました曲はようこでビリーブでした。それでは今日もゲストっぽいゲストをお迎えしたいと思います。サウンドプロデュースでお世話になってるな、噛んじゃったよ大事なところで。あのサウンドプロデュースでお世話になってます、ギタリスト石井。こんばんは。ギタリストとアレンジャーをやってます。作曲家もやってます。ゲストの石井です。なんか物申したそうですね最初から。もうそろそろゲストっぽいっていうのがなくなってもいいかなと思うんですけれども。いや、石井さんね、まだ60歳ですから、はい、まだまだですよ、ね、まだですか。もうですか。自分ではもうなんですが、ぽいはぽいですよ。そうですか。そうでございます。石井さん、そういえばぽい活知ってます？ぽい活？ぽい活って言葉知ってます？知らない。ポイントの貯める、そういう活動のことを、ポイントを貯める活動のことをぽい活と言います。ああ、なんかあの物を買う時とかの、そうそう、ポイントがつくでしょ。あとペイペイとか今最近電子マネーありますよ、うん、鹿児島はペイドンとか、そうそうそう、そういうペイペイとかにこれで支払うとこんだけ返ってきますよっていうポイントでとかいう、それもまたポイ活なんですね。なるほど、うんうん、ただ便利だからペイペイ使って、うんうん、そのポイントとかっていうのはあんまり考えたことないです。え、バカにできませんよ結構、うん、あのね、9月25日に、うん、最後って、まあ、書いてあったんですけど、うん、まあ、ヤフーショッピングとかね、そのペイペイ、うん、ペイペイモードってあるんですよ、はいはい、うん、でそこであのお買い物すると最大 34.5% は返ってくるとかね。
それはすごいですね。すごいですよ、結構。だから私は噛んじゃったもん。だから私はあの洗剤とか、うん、あの日用品はじめ、うん、結構あのあこれ欲しいけどちょっと待って、大きな買い物とかもね、うんうん、あのその日に買おうみたいなことを今までしてきたんです、うん、結構ポイントで返ってくるから、うん、またあのそのポイントでお買い物ができるからですよ、うんうん、ポイ活は侮れません、うんうんうん、なんかうまくちゃんとできてますよね。できてますね、うん、ちゃんと購買意欲を高めるようにしてヨコの CD もね、そうそう、皆さんにね購買意欲をね、うん、高めてもらうためになんかないですかね、石井ポイントみたいなの作ります。作りますか1枚買うたびに何がつきますかね。うん、ステッカー、うん、いや、いらないか。ステッカーは久しぶりに聞きました。ステッカーって言葉も、まあ、でも、うん、あの今回クラウドファンディングさせていただいた時にね思ったんですけれども、うんうん、まあ、ある意味予約販売じゃないですか、はい、うんうん、そうすると私の方が励まされて、うん、なんだろうな、作るための意欲が湧きますね、うん、だから購買意欲は私がなんか制作意欲になって、そう、ね、これもありがたいことです。そうそうそう、ね、やっぱりねこう付加価値をつけて販売するって大事だなと思っているんですけど、うんね、うん、なのでライブ会場とかイベント会場で、うん、陽子から手売りで買ったよっていう方々、うん、また手売りで買うからっていうね、うん、あのお言葉もあったんですよ、うんうん、あ、なるほどねって。付加価値って私の場合は、うん、Amazon とか TSUTAYA とかでね注文したり並んでるのを買うよりも手元にあるもの、うん、私が、ね、手渡しでね、そう、手渡しで、そうそう、目の前で、うん、そういえば、そうなんですよ、昔もあのレコードっていう時代があったじゃないですか。あの同調を求めないでもらっていいですか。いや、あったんですね。皆さんありましたね。そういう時もあのレコードを予約して買うと、うん、はい、ポスターがついてるとか、そういうのがあって、はいはいはい、それね嬉しかったですよ当時。あ、でしょうね、うん、だってそういうポスターとかそういうのって、うんうん、もう楽器屋さんとかレコードショップに貼ってあるだけのもんだと思って、うん、ですよね、その時期が終わったら、うんうん、知り合いのショップの店員さんに言って、うんうん、このポスターくださいとかつってもらったりとかしてましたね。いいな。あとなんかあのプレゼントで応募券を出すと、はいはい、ジャンパーだったりとか、うんうん、うん、なんかそういうのも、そうやって初回限定みたいな感じ。いや、そういうんじゃないですね、うん、そういうのありましたね。買ったらそのハガキがついてて、それを出したら抽選で T シャツとか当たったり、今みたいに T シャツがね、はい、T シャツそのグッズで売るっていう時代でもなかったので、昔は。なるほどね、うん、あ、そっか。じゃあやっぱりさ、こう未だに大物アーティストさんって、うん、抽選でこれ当たるかもしれませんってされてるじゃないですか、うん、あの紙が入っててね、うん、で初回限定版だけじゃなくて、うん、まあなんかこうなんていうの、くじみたいな感じで、うん、どれかに入ってるのを、まあ、当たったら買った CD の中に入っているハガキを送ったら当たりますよみたいな、うんうん、もうそういうもうくじみたいなのもありますしね、演出 ね、うん、なんか初回限定版も A とか B とか、そう、今めっちゃありますよ、本当すごい。今回さ、うん、まあ、まだ言えないんですけど、うん、私がねあの作詞をしたのが決まったっていうアーティストの方、うん、の、 あの初回限定版も、まあ、A と B とあるんですけど、うん、どこで買うかで特典が違うっていうので、うん、そうですね、うん、特典も8つぐらいありましたよ、種類が、うんね、びっくり、うん、そういうの多いです。ヨコ何しましょうかね。ヨコですか、うん、じゃあ初回特典 A、B、C ぐらいまで考えて。おじさんみたいなこと思ったけど、あの水着写真とかいらねって言われそう。本当ね、ポスターも大きいのとかお渡しするといらないって言われそうね。何だったらいいんだろう。何がいいんだろう。ポスターだ、映像。てか石井さん、はい、さらっといらない、いらないって。その失礼スイッチ皆さんの前にも出しましたね。はい、石井はね、はい、石井はね、すごくね厳しくね、陽子のことをね今までね叱り倒してきた方なんですけど。そうですか。いやいや、そうですよ。自分で言ってる時点で怪しいでしょ皆さん。はい、でね、うん、もう最近はね。うん、最近はですよ、はい、まあ、甘くてね困る時もあるんですよ、うん、はい、あの守っていただく面ではね助かるんですけれども、うん、とはいえ、うん、聞きました今、えげつなくいらねえよそんなもん、いらねえよって
まあね、まあそんな感じでね、皆さんのことを私たちいつも考えてね、何か面白いことできないかなと思って、ね、ライブを計画したり、クラウドファンディングの時もね、リターンもいろいろ考えたんですけれども、まあとにかくね、こう考えてること、今度は私たちだけじゃなくて、まあ、いろんな方々にとって必要な音時間を提供できたらなと思って、またね、鹿児島からね、いろいろ発信してますんで、そのうちいろいろと告知できるんじゃないかなと思っております。はい、でね、まあ、とにかく石井と陽子の不仲説は皆さんに広まりつつありますので、そこはね、心配なく広めていきたいと思うんですけれども、2曲目お届けしたい曲はね、はい、リクエストもございました。陽子と石井が2人で、これはどういうレコーディングだったかな、ライブ感でしたね。石井さん、これもせーので撮りましたね。あ、せーので撮りましたね、そういうね、あのラブラブな曲、スイーテ、せーの、あ、そうですね、せーのっていうのはこっちはわかるけど聴いてる方がわかんない時のために、歌とギターを一緒にライブ感覚で演奏するってことですね。あ、そうですね、はい、じゃあ曲紹介いきます。陽子でスイーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever 愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部私だけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないお届けしました曲は陽子でスイーティーでした。まあね、まあお仕事するときはね、きちんとするんですよ私たち、でね、最近はですね、まあ、いろんな事業をしていきたいなと、動くときに、まあ動くときに何ですかね、こう石井さんだから、石井さんしかできないことっていっぱいあるって思う。どうなんですかね、わかんないですけど、例えばですよ、あの作詞作曲ってハードル高いじゃないですか、はい、で子供たちに関しては未知の世界だし、何がいいのか悪いのかって思うと思うんです、だけど作詞作曲したものをもとに医師 の、あのフィルターにかかると、いろんなアドバイスをしてくださるじゃないですか、なのでそういう医師さんにとっては当たり前にできちゃうことを、子供たちをはじめ、まあ、大人の方々もね、その音楽が大好きな方々に提供できる事業を増やしていきたいなと、バニラスカイミュージックでは思ってます。そうですね、まあ一つは、まあ8月、あ、ごめんなさい、10月ね、10月1日に石井ジャムナイト今年も開催決まってるんですけれども、そちらにも鹿児島にゆかりあるアーティストたちを、いっぱいね巻き込んでいって、毎回毎回で
まあ、鹿児島のミュージックシーンの底上げもしてほしいと思ってるわけですよ、うん、何よりもお客様がね石井ジャムナイト楽しすぎるよねって言って口コミがどんどんね広まっていく1年に1回のお祭りになったらなと思うんですけれども、ね、楽しく行きたいですからね、うん、本当に今回はね、うん、ナンバー9、9ちゃんと、うん、アップルジャム司兄ちゃんアップルジャムでね妹の美香ちゃんも出演してくれます。兄弟番組でデュオですね。 そして、山田武さんって言ってね、うん、まあおしゃれなギターを弾くおじちゃんと今日お誕生日でございます。たけちゃんおめでとう。そして、陽子でしょ、うん、でうちの娘のシノンもね今回面白いことやるんでまたぜひ遊びにいらしていただきたいと、ね、そしてカズカちゃんね、はい、そうで、ギターは石井と原口博之さん、そして、サポートメンバーですよ。でキーボードは私たちの、北園真由美さん、はい、そしてベースはモッタンさん、はい、でドラムも今回も、東京からいらしてくださいます西村真也さん、はい、はい、そうなんでございます。この5人ですね、うん、そうそう。で、まあ、とにかく音楽ってね歌う側も演奏する側もそして聴き手側も思い、まあ、ラブ愛、まあ、大事じゃないですか、うんうん、私はねもっともっとねそういう音時間をねこよくこよく共有していきたいなという思いで活動してますんでね、うん、ぜひぜひ受け止めていただけたらというのと、そうですね、そして新曲もね、うん、まあ、ちょっと10月はちょっとお届けできそうにないんですけれども、うん、年内ね今年どこかで新曲披露する予定ですので、うん、引き続き応援よろしくお願いいたします。お願いします。いいのを作りましょうね。いいの作りましょう。本当ね。ではね、今夜最後の一曲をお届けしたいと思います、はい、うちの娘が大好きで医師のギターも輝いております。おロック調のナンバー横でフリーダム。風を切って新しい道を行く。体一つ感じるままに進め。スタートなんて遠い昔さ。両手握り力強く走り抜く。ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて。右手を回しスピード街に待っている仲間と前に広がる果てしない空後ろに過ぎる時を忘れて掴め、バンバンフリーダム、バンバン。
ラス会は皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラス会宛てにお願いいたします。石井さん、はい、遅い夏休み欲しいです夏休みいいですね。なんかな、今年の夏休みってなんかしましたか？休みくれ、石井、私に休みをくれ休もう、みんなで。あ、海行きたいな、今さら、ね、今さらバーベキューしたいな、あれだよ、キャンプしたいな、うん、キャンプいいですね、バーベキューやりたいですね。いいですね。垂水市で今度なんかイベントあるみたいですね、うん、キャンプじゃなくて、あの日帰りバーベキューかな、うん、バーベキューいいですね、そういうのね。ビールも2杯ついてるっていう、あららららなんかサイクリングサーク、なんていうの、バイクで、あの走るってなんて言うんですっけ、ツーリング、あ、そうそう、ツーリング、うん、私バイク乗れんから一人だけ自転車でサイクリングしようかな遅いぞとそう、連れてってもらうから、うん、サイクリングですね。それ私がね、観光 PR 大使を務めさせていただいてます、うん、鹿児島県垂水市はもうとにかくね、食べ物は美味しいし、お水も美味しいし、うん、自然は豊かすぎるし、うん、人が良すぎるっていうね、素敵な ね、そう、はい、都市なんですけれども、うん、その垂水市でね、うん、私たちもあのキャニオニング、うん、ね、川下りをしたりとか、うん、バーベキューしたり、そして、ね、新しい道の駅にはマリンパークも併設されてますので、うん、サップもできるし、水上バイクも乗れるし、うん、ね、何でも揃ってますね。そう、いいところですよね。とにかく楽しいんですよね、うんうんうん。まあ、去年11月にプロモーションビデオの作成で、制作で、去年じゃない、もう一昨年か、一昨年です、一昨年の11月にね、うん、もう台風っぽいあの波の影響で、うん、もうすごい荒波の中、寒い中、海水の方が温度が高い中ね、撮影した時にはね、大変でしたけれども、うん、だけどやり遂げましたね、やり遂げましたね、うん、まあ、とにかく普通に9月10月は余裕であの、うん、マリンパークを遊べる季節ですから、うんうん、そうですね、ぜひ垂水市マリンパークで検索されてみてください。そうです、うんうん、あの桜島の南の方ですね。そうそう、桜島見ながらね、サップも乗れるし、う、ね、うんうん、とにかくね、よく誰か連れてって、もう遊びに連れてって、遊びですかスキーじゃないんですね。スキーじゃ、もう古いですかね。古い知ってる、私も古いけど。あ、そうです。うん、まあね、とにかく、うん、とにかく遊びたい、うん、あ、美味しいお肉をもう食べたいですね。網で、そう、炭で焼いて食べたい。あ、いいですね、うん、そして子供たちと一緒に、うん、あのプールを張って、そうで、あのよくも浸かりたい。いいね、私ね、あのカルピがしぶしにいて、コウスケ君って言うんですけど、5歳です、ね、5歳です、5歳、はい、リアルクレヨンしんちゃんの年になりましたからね、うん、彼と一緒にね、今年の夏はプールで遊んでないんですよ。デートしたいですね、うん、あ、いいですね。そう、弟のソウスケは2歳になりましたしね。あ、ソウスケ君、そうなると、うちののんちゃんがあの0歳なんで、来年はね、ママと一緒にね、遊んでくれると、プールで遊んでくれるんじゃないかと思ってますけれども、ですね、とにかくね、誰か遊んでって言ってますけれども、基本あの私の場合、子供たちに遊んでって言ってるのかもしれません。そうです、うん、娘がね、どんどん最近お姉ちゃんになってきて、表情もすごく女性になってきたんです、うん、だけど母は、まあ、ある意味老化現象が始まってるわけじゃないですか、うん、なので大人の魅力で、あ、若いですねとか言われたり、あ、綺麗ですねとか言われても微妙ですよね、実際ね。いや、まあそう思うからそう言うんじゃないですかね。あ、素直な気持ちだと思います。素直な気持ち。何ですかその棒読み。はい、まあね、はいだって。まあとにかくですね、皆さんに気を使わせてしまうお年頃がようこは始まっておりますけれども、まあちっちゃい子と遊ぶとね、お肌のツヤが変わるんです。もうめっちゃ可愛いからね、ぜひぜひようこと遊びたいよって、ようこの歌聞きたいよっていうお友達、YOKO ようこ japan.com のホームページを見ながらね、会いに来てください。そして子供たちのね、イベントもいろいろしていきたいので、ようこここで歌ってよとかいうのもね、ぜひぜひ気軽にお声かけくださいね、お願いいたします。ではでは皆さん、9月始まっておりますが、まだまだ夏ねって感じでございます。9月も一緒に楽しみましょう。では石井さん、はい、はい、今週1週間も石井さんらしくハッピーでいてくださいね。はい、ありがとうございます、はい、皆さんもハッピーでいてくださいね。はい、お願いしますよ、はい、ではでは来週まで、せーの、
バイバイハッピー。